はい、リンカにやっていきますということで、ガチャ多いっすね。ガチャが、限定なのにね、ガチャが多すぎる。そして動画出してないですけどね。前回の放送でさ、ママがさ、もう収録がないみたいな発言してたんですよ。あれがすごい気になりますよね。まあ、深淵鏡とね、この、雨扱いでしたっけ。もう来てますけど、とりあえずまだね、このヨルハのやつやってないんで、これから行きましょう。フレンリーゼの時だけ一応ね、30連したかな。何も出ませんでした。まあ、後でね、ドラクエ10コラボがあるんで、まあ、そんなには追いかけないです。もうリンカネもね、30連ルールで行こうかなと思います。まあ、いかんせんね、排出率がね、リンカネは絶望的なんで、30連ルールでやるとね、何も出ずと動画終わりっていうパターンが多分すごい多くなるんで、ものすごい寒い動画がね、多くなると思うんですけど、まあ仕方ないですね。なんて言ったって2%ですから。とりあえず無料ね、10年1回あるんで行きましょう。お、まさかの星読んでた。ただ、長いコネクティングじゃなかったんで。未所持キャラではないっすね。もうスケニアさ、限定が多すぎるプラス、ガチャが分かれてくるんでね。それがちょっと救いようがないっすね。なんか楽しめないというか。なんか新しいガチャ来ても、なんか古い限定はそのガチャに入っていないから、なんか楽しめないっすよね。あ、そうそう、石があんまりないのはね、このゆずきのこのケージ状のね、キャラデザインがめちゃくちゃかっこよくて。これ、星音出るまでチャレンジしたら、全然星音出なくて、途中でね、100連が天井っていうことに気づいて、天井までやっちゃいました。さ、30連行きましょう。10連目行きます。無料はね、無料も入れてもいいけどね。まあ、無料はカウントしないで行きましょう。珍しく、ポジション出てますね。ただ多分武器ですね。武器っていうか、持ってるやつです。さあ、珍しく星は出てますが、未所持キャラ出ません。2% ですからね。さあ、20連目、爆死です。スキップしちゃいましょう。さあ、ラスト30連目です。はい。はい、爆死ということで。まあ、2% ですからね。臨界のガチャね、マジでつまんないっす。マジで確率変えた方がいい。まあもう売り上げはね、とっくにデッドライン超えてるんですけどね。本来のスケニであれば、とっくに差し入れの発表があってもおかしくないんですけど。なぜか臨界に終わらないんでね。ただね、サービス続けるつもりなのであればね、提供割合は本当に変えた方がいいと思います。そんな感じで、この夜派コラボね、何も出ずということで。どうもありがとうございました。